せーの、皆さんこんにちは、ピアノベースワールドです。ピアノの鈴木貴彦です。ベースの飛鳥です。ピアノベースワールドはピアノとベースの2人が主体になっている、そしてピアノとベースの音が主体になっている、インストゥルメンタルのロックバンドです。僕らの曲の特徴はピアノがメインのメロディーを弾いて、そこにゴリゴリと絡めていてくるベースラインというのが特徴になります。そして壮大なバラードと、そういうアクテンポな激しい曲の2種類というのを曲にしているんですけれども、特に激しい曲はピアノもベースも本当にいつも弾けるのか弾けないのかギリギリのところで、そこにいつもすごく緊迫感を持ってやっているので、そこが次はベースワールドの2012年スライムの方が決まりました。日にちは2012年5月8日火曜日、場所は恵比寿、会場は恵比寿にある恵比寿天窓ステッチということで決まります。当日はピアノはグランドピアノを使用して、ベースは5弦ベースの方を使用します。さらに強力なゲストメンバーとしてギターのサトシさん、ドラムのガジロウくん、ビオラの酒井淳くんを迎えて、壮大かつ重量感があるサウンドの方をお届けの方します、はい。さらに、その5月8日のライブで、ついにピアノベースワールド初の CD の方を発売することになりました。おお、はい。今まさに現在レコーディングの真っ只中で、大変ですね。もう大変、大変ですね。ですが、しっかりで集中力を切らさず毎日やってますので、このベースワールドの皆さんにお届けできる、またワクワクのドキドキしながら楽しみにしています。それでは皆さん、5月8日に恵比寿でお会いしましょう。ピアノベースワールドでした。